そうですね、消毒を、ができないので、まあやっぱりもう本当に窒素を抑えるしかないんですね。もう肥料を本当に最小限にしていくしかないんですよね。キラヤスでも、まあ、通常の半分ぐらいでやっていく、自然栽培とかに近いようなやり方をしていくしかやっぱり手段はなくてですね、もうやっぱりこのもちろん若者の里でかければいいとかありますけど、やっぱカナブン大きいですから、まあ、どうしても、うん、難しいですよね、まあ、予防には。で結局例えばカメムシとかああいうの消毒でもですね、結局農家さんが一般的に使っているものは殺すものじゃないですよね。嫌がるようなものなんで、どうしてもやっぱり一般的に消毒でもやっぱゼロにならないところがやっぱりあってですね、なかなか対策は難しくて、やっぱりネットかけるとかしかなくなってくるんですよね。まあ、大きく畑に大変ですけど支柱かけてネットかけるとかですね、結構やっぱり手間がかかってしまう作業にはなってしまうと思うんですけど、で、まあ、今年特に、雨が多かったり、日がいきなり出てですね、草とかはすごい、まあ、上の畑も例年より倍とは 1.5 倍ぐらい草が伸びてますし、草刈りの回数も今増えてるんですけど、やっぱりこういったちょっと季節によってはやっぱりそうやって被害が出たり、やっぱり出なかったりはするので、なかなかやっぱり虫との戦いっていうのがやっぱり無農薬になると思うんですけど、まあ、僕はやっぱりその、まあ、若葉の里を使ってもらうっていうのはいいんですけど、ただやっぱネットの方がやっぱり一番いいです。